どうもパシーチャンネルでーす。はい、今日はねちょっとメンテナンスの方をお久しぶりにやっていきたいと思います。はい、手に入れました、スカーロイちゃんですね。はい、顔つきを、顔はもう完璧だね。はい、ここだけちょっとハゲてますので油性マーカーで描き足していきましょう。ここってなんて言うんだっけ、名前バッファだっけ。うん、素晴らしく綺麗な顔してますね、スカーロイ。登場が楽しみです。次回のストーリーに一応ね登場予定なんで楽しみに待っていてください。どうやって登場させようかなとちょっと考え中なんですけどね。まあこんな感じかな。はい、今日はねメンテナンスはこういうハゲ修理とかじゃなくてね、やっぱり見てますね、カンガルーヨッシーさんは新しいトビ買ってくださいと。そう、見てない方はねぜひハロウィンの動画でですね、トビー顔を黒く塗りつぶしちゃったんですよね。一応あの水性のマーカーでやったんですけど、他の車両もね結構ペインティングしたけど、あのアルコールティッシュで拭いたらすぐさ取れたんだけどね、トビーだけがどうしても取れなくてですね、そのまま忘れて放置してましてですね、でちょっとあの除光液っていうんですかね、あのマニキュアのツヤ消しっていうの、こういうやつちょっと100円ショップで見つけましたんで、その名もエナメルリムーバーノンアセトンローズ除光液ですね。うん、エナメルリムーバーっていうんですね。昔ねなんか母親のこの除光液を使ってよくやっぱマジックで何か間違えて書いたものをこう消した記憶があるんですよね。こうティッシュとかに染み込ましてね。ただちょっと懸念がね一つありまして、その書いたところが消えるのはいいんですが、元々のトビーの目とか眉毛まで消えちゃうんじゃないかなって気がしていてね、そこだけちょっと怖いんですが、まあ、消えたら消えたでまた描くしかないね。行ってみましょう。おお、一撃で口元のとこめっちゃ綺麗になった。これは期待できるぞ。ほほおおおおおお、こっち元々の目と眉毛残ってます。お、いけるかも。ちょっと雑に一回やってみようか。もうちょっとつけてね。あんまつけすぎるとほんとね丸ごと消えちゃいそうな気がするんで、さあどうなるかいってみましょう。せーの、シュッ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 。鼻毛が、まずい、やばいことが起きてる。やばい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 やべえ、行き過ぎて茶色が出てきたりしてる。やば、うわうわうわ。ちょっとね落ちたのはいいんですが、他のところにも被害がいってしまいましたね。ちょっと鼻が、白の下は何、ブラウンの塗装が眠ってたんだ。そっか、一番最初にこれを作る時にはまずこのベースの下地、これをまず全面に塗って、その後にこういうの塗ったりしたのかな、こういうとことか。そういうことか。これメッキを剥がせばブラウンが浮き出てくるわけね。やってしまった。まあいいや、この前の状態よりはいいんじゃないかな。じゃあちょっと気合い入れて塗っていきましょう。ここ見せれないぞ。いいんじゃない、いや太さ一緒かい。ああ、なるほどね。便利なのは便利だけど、やってもたな。これ綿棒とかでやった方がよかったのかな。あ、でもこれ以上やると怖いな。下地の茶色が出てきちゃうな。口はどうかな、いけるかな。やべえ、超怖い顔なしだ。まあでもいいか。うん、あのグロテスクな顔よりはいいんじゃないでしょうか。はい、ちょっとトビ鼻どうにかしたいな。どうにかしましょう。なんか白いのないかな。これ今ね、こうやって近くで見てるからちょっとね、変な感じしちゃいますけど。まぁ、こんな感じで、ストーリーにね、出てくる感じで、ちょっと切ってみてれば。まぁ、わかんないんじゃ、違和感ないですよね。うん。ヤッホーって感じで。ちょっと怖いかな。どうなんだろう。
うん、まあまあまあそんなに悪くないんじゃないですか。うん、このぐらいちょっとね引きで見てる分にはまあトビーだなって感じだよね。そんなに変わりはないと思います。怖いかなやっぱちょっとね目が怖くなっちゃった。でもこんな目だったよね。まあということで、鼻だけなんとかしたいな。これ何色っていうんだろうな。灰色でもないしさ、オフホワイトっつうのかな、白でもないんだよね。オフホワイトか、まあネズミ色。うん、最近色鉛筆とかもさすんごい細かい36色とか48色とかそういうのあるから、そういうの探してちょっとこれにほんとぴったりな色を見つけて上から描き足して今度ね行きたいと思います。ということで今日はちょっとねトビーくんの顔を除光液で修理してみたらちょっと鼻が逆にハゲてしまったという動画でございました。それではまたご覧ください。バイバイよ。ごめんねトビー。やっぱりあれでは終われませんのでですね、今銀色のマーカーで顔は塗りましたね。こんな感じで鼻のハゲは隠せました。そして油性のですね極細マーカーを見つけましたんで、こちらでもうちょっとテコ入れをしていきたいと思います。はい、こんな感じで目ももう一回ね描き足してみました。どうでしょうか、ご評価くださいませ。バイバイよー。